古代発電所の水圧鉄管古代発電所は、長野県伊那市にある発電所。中部電力の水力発電所で、一級河川、天竜川、水系小黒川より取水し、最大470キロワットの電力を発生する。長野県伊那市長瀬赤石山脈、入笠山を水源とする小黒川の川筋に、建設された水力発電所で、発電形式は、水路式、 発電方式は流れ込み式である。一級河川、天竜川、水系小黒川に高さ4.55メートル、長さ25.12メートルの鉄筋コンクリート製による取水石を建設し、最大0.7リッター片メートル毎秒の水を取水。鎮射地、導水路、水槽、水圧鉄管を経て、発電所建屋へと送水される。発電所建屋は、 小黒川が、都大川に合流する地点のすぐ上流に位置する。鉄筋コンクリート製建屋の地上式で、横軸フランシス水車と同期発電機による水車発電機を1台設置。有効落差85.5メートルを得て、最大470キロワット、常時260キロワットの電力を発生する。発電に使用した水は放水路を通じて下流に放水される。 明治末期、天竜川西川の稲町にはすでに、長野伝統稲支店が開業、事業拡張の機運の中、天竜川東側の高遠地区にも手を伸ばさんとしていた。長野伝統社長で、長野県会議長であった、花尾梶次郎は、高遠町出身の県会議員の豊島広平に、高遠地方を電気供給地区にした意向を伝えた。高遠地方の住民も、 また電気の恩恵に良くすることを望んでいたので、たちまち高東地方全域に伝わった。しかし、地域住民の間に伝統的地域意識が燃え上がり、地域の水は地域住民が利用するという意見を持って、長野伝統を退け、自分たちの手で電気事業を行うことを決めた。1913年高東伝統株式会社が設立された。資本金5万円。 初代社長は、豊島新平。1913年1月に竣工した長野、伝統小黒発電所の余剰電力を充電し、高藤地方一丁六河村を供給地区とする電気事業経営許可申請を行い、1913年9月許可を得た。その後、山間の集落にまで電化が進むにつれ発電所を自分たちが持つ必要性を関係者は痛感するようになった。 そこで数箇所の地点で調査を進めた結果、都大発電所を計画し出願した。1923年7月3日に許可となり、1924年に着工、1926年8月に竣工、運転開始となった。工事費14万5千円。工事にあたり、資金調達に苦労したほか、山奥への資材運搬も困難であった。 当期に小黒川が決票するのを待ち、分解して、河川内を人力や馬ぞりで馬ぞりで運搬した。送電線建設にも、電気は怖いものということで、用地買収に苦労したとも言う。昭和初期、電力統制管理説が台頭し、小電気事業者の合併が進んでいく中で、高藤電灯は1937年稲電機、鉄道株式会社との合併に踏み切った。 1942年4月1日、稲電機鉄道は、配電事業の戦時統合により、配電事業を中部配電に譲渡。中部配電は、太平洋戦争後の1951年5月に、解散し、都大発電所を含む、諸発電所等は同時に設立された中部電力に譲渡された。ありがとうございます。